未来は明るくてちょっと悲惨かな。ウォッチモジャパンへようこそ。今回は私たちが選んだ2050年までに起こりうる衝撃的な出来事トップ10をご紹介。数十年内に起こる可能性があると予想された事柄を見ていきます。ことが起こる前に知っておかないとね。では始めましょう。第10位、新しい国の誕生。スーパーヴィランが自国を作って、そこで思うがままに生きようとしているわけではありません。ですが太平洋に位置するパプアニューギニアの島、ブーゲンビル島は国民投票によって国となる可能性があります。イギリスの知るように国民投票をすれば、物事は問題なく即座に解決するようですね。ニューカレドニアも自国となる可能性があるので、フランスは領土が減る危険性があります。なので今まで以上に国家が存在することになるのですね。この件はイルミナティの負け。第9位、超強力な細菌がさらに進化する。現在全く薬が効かない病原菌の感染死亡者数は年間で約70万人。2050年までにその数はなんと1000万人になるとか。この悪夢のような出来事は抗生物質を自由に処方する医者によって増大しています。抗生物質を豊富に使われ、細菌の耐性が高まることは、医薬品会社にとっては都合のいい話かもしれませんが、その他の人にはとんでもない話です。もし抗生物質の使用が減らないなら、我々の体に耐性ができるでしょう。第8位、氷の減少。先ほどの話でゾッとしなかったなら、こちらはどうでしょう。千年期の変わり目から、北極圏の氷の面積は劇的に減少していました。地球温暖化により2030年までにはさらに大量の氷が減ると予想されています。21世紀が終わる前には全ての氷が溶けるとの見通しもされました。再生可能エネルギーは化石燃料ほど儲からないかもしれませんが、海面上昇を楽しめる人はアクアマン以外いないでしょう。第7位、生活がスタートレックっぽくなる。こちらは明るい話題です。発明家のウィリアム・パウエルが手掛けているスタートレックの万能翻訳機に似た機械が2050年までに登場する可能性があります。スマホのアプリかハイテクなグーグルかはわかりませんが、多言語を話す人々と困ることなく流暢に会話ができたらとても便利ですよね。Book me! Like this! Oh, I see! そうです。海外でマックに行っても注文の際に困りません。Whatever you did, they're extremely precise. Though when I'm listening to the Telluride ambassador, I wish they were just a little less precise. 第6位、2000年問題再び。2000年問題と聞けば、コンピューターの異常、世界的停電、猫と犬の結婚など、様々なことに怯えたことを思い出しますよね。結局どれも起こりませんでしたが、現代で恐怖を煽る人々は、2038年にも時間計測がオーバーフローを起こして誤作動を及ぼす可能性を想定しています。2038年問題で残念なことは、 Y2K 問題とかミレニアムバグとかかっこいい名称が付けられないことです。何かいい呼び方はないかしら。第5位、小惑星が地球に衝突する可能性。2029年にアポフィス小惑星が地球の 32,500km 離れたところを通過するとし、衝突すれば人類滅亡です。ですが幸いなことに、当初に予想されていたリスクは除外されたので、地球の平和を守るため、宇宙にブルース・ウィルスやベン・アフレックを送り込まなくても大丈夫そうです。小惑星は8万年に一度、アポフィスと同等の 370m という大きさに至ります。なので将来ロボットが宇宙を支配していたら、これは笑い話になるでしょう。第4位、人口増加。国連の報告によると、2050年までに世界人口は2019年から2億人ほど増加し、96億人にまで達すると言われています。抗生物質耐性菌によって1000万人が死亡する時代なので、信じられないかもしれません。大都市でラッシュアワーの電車に乗ったことがある人や、道路渋滞にはまったことがある人は、人の多さを実感したことがあると思います。有限な資源を考えれば理想的ではありませんが、これで再び再生可能エネルギーが重要視されますね。もしくはサノスが。第3位、
ケネディ大統領暗殺事件の謎が明かされる。ケネディ大統領の暗殺事件は、リー・ハーベイ・オズワルドによる単独の犯行だと公式発表されています。ですが大統領は2つの角度から撃たれており、物理的にオズワルド一人での犯行では無理があります。CIA と関連付けられた話も疑わしいです。彼は騙されていたのでしょうか？現場には別の実行者もいたのでしょうか？当時のケネディ大統領にはマフィアやソ連、自国の情報機関など敵は多くいました。情報は関係者が全員死亡した頃の2038年に開示される予定です。第2位、ロボットの娼婦。ニュージーランドの大学、イアン・ヨーマンとミシェル・マーズが、ロボット、男性と売春ツアーという文書を発行し、2050年には娼婦ロボットが一般的になることを主張しました。年齢や民族性、体型など幅広くなりますが、ロボットとの性行為は安くはありません。本物の娼婦のようですが、ロボットの方が機械的じゃなさそうです。Hello, Smithers. You're quite good at turning me on.もう誰も一人ぼっちにならないのはいいことですが、外出しない男性が増えたら良くないですね。Why was I programmed to feel pain? どれも悪いニュースではないですよね。私はこのリストをざっと見た時に、チョコレートとバナナがなくなってロボットに殺されるのかなと思いました。娼婦ロボットと暗殺事件の解明はすごいことですよね。では1位を発表する前に、その他の衝撃的な出来事を見ていきましょう。But I predict that within 100 years, computers will be twice as powerful, 10,000 times larger, and so expensive that only the five richest kings of Europe will own them. Hold on! Compensating gravitational pull What's this? What is what? He asked you a question. What is that? Help me, Obi-Wan Kenobi.次は第1位の発表です。その前に、ウォッチモトジャパンをチャンネル登録して、最新の更新情報を受け取ってください。では、ランキングに戻りましょう。第1位、人類が火星に到達する。イーロン・マスクのスペース X 社は、2024年までに火星へ貨物船を送り、その後、初の人類を送り込む予定です。ヨーロッパの宇宙機構は2033年までに有人ミッションを行う計画を持っており、2050年までには Mars One のプロジェクトが火星への移住を可能にしている見込みがあります。宇宙空間のホテルは早くて2020年代に完成します。最後の未開拓地、火星は私たちの未来に重要な役割を果たすようです。I'm gonna have to science the shit out of this. 2050年までにマット・デイモンを救出する回数は？どれが一番気になったかコメント欄で教えてくださいね。他の動画もご覧ください。チャンネル登録もお忘れなく。